ルリー・ベルはアメリカ合衆国入りの異衆シ,シカゴ出身のギタリスト、シンガー。父親はハーピストとして有名なキャリー・ベル。10代の頃から父親をはじめ、エディ・クリア・ウォーター、ビッグ、ウォルター・フォートンら、シカゴのブルースシーンで活躍するアーティストたちとの共演を通じて腕を磨いた。70年代後半にビリー・ブランチラとサンズ・オブ・ブルースを結成。 1978年のアリゲーターレコードの編集版、リビング、シカゴブルーズボリューム3に、彼らのトラックが3曲収録された。1982年に初来日。恋で人しら日本のミュージシャンをバックに演奏し、この時の模様は、ザ・ブルーズ・キャラバン・ライブ・エイティ・ピット・イン・1982として CD 化されている。サンズ・オブ・ブルース・ダッタイ語は、ココ・テーラーのバンド、 ブルースマシンのギタリストも務めた。1989年には初のソロ作、Everybody Wants to Win をリリースした。早くから周囲のミュージシャンたちにその才能を認められた彼だったが90年代に入ると麻薬中毒に陥り、ブッキングされたギグに現れないなどの問題行動が目立つようになった。結果的に演奏活動から遠のいていく。 しかし1995年、デルマークから久々のアルバム、マーキュリアル3をリリース。以後もコンスタントに作品をリリースし、徐々に演奏活動に復活して行った。2007年7月のジャパンブルースソウルカーニバルで、エディテイラー・ジュニアを含むバンドを従い実に25年ぶりの来日を果たした。彼の名前は、ルリーが、発音的には近いが、 ローリーとも表記されることもある。ありがとうございます。